はい、どうも皆さんこんにちは、キナです。今回はですね、耐久力ゴリゴリ済みのね、こちらの新エレル元気玉コグツ使ってくれ、ちょ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 耐久力ゴリ済みのね、新 LL 元気玉悟空使っていこうかなと思います。実はですね、このキャラクター、敵の、まあ、攻撃をね、受けてユニークゲージ貯める防御タイプのキャラクターなんですよね。なんで非常にね、防御ステータスも高い水準になってるんじゃないかなと思います。そこで、もう他のメンバーをね、全員体力上げにしてですね、フラグメントも非常に耐久済みになっています。基礎体力 10% アップ。で、二つ目が基礎体力マックス 8% アップ。で、三つ目は基礎体力マックス 12.5% アップっていうね、非常に耐久力全振りの元気玉悟空を今回使っていきます。で、僕ね、ガチャ配信でこのボタン当てたんですけれども、ボタンやとね、この悟空の耐久力あんまり分かりにくいかもしれないんで、今回はですね、フレンドマッチの方で貫突仕様で試合させてもらおうかなと思います。ちょうどね、ツイッターの方でも、俺と戦えよみたいなね、ツイッター DM キッズがたくさんいたんで、今からね、募集かけたらみんな集まってくれるんかなって思ってます。来なかったらもう一人で2台操作してやります。一体ね、新キャラの LL 悟空がどこまで体力いくんか非常に楽しみですね。やっていきましょう。はい、来てくれましたね。よろしくお願いします。相手赤一身勝手ということで普通に強そうっすね。頑張っていこう。何のパーティー使ってるかな。まあ、とりあえずね、なんかこっちだけネタパーティー使いますよみたいなことは言っておきました。ただキャラクターの指定とかは全くしてないですね。ちょ、待って。もう、普通のガチパやん、これ。うわ、しかも僕の二軍ギルドの人やん、これ。いや、絶対勝ちたいっすね。頑張っていきましょう。まあ、一応ね、今回、新キャラクターが青属性なんで、ヒットに対しては若干の耐性はあるんかな。まあ、若干というか普通に強いか。ただ、バタちゃんいるんでね、そこが縛られないようにって感じだね。あと、普通に身勝手がやばいと思う。頑張っていきます。お願いします。対戦よろしく。ガチ縛くぞ。受けて、何してる？止めてんだ。なるほど。とりあえず変身時間貯めたいからね。そのまま行って、即は？あぶね！そこ！オッケー。中入ったわ。ちょ、待って待って。キャラチン入れてたのに。まあいいでしょう。特殊アーツで太陽剣っすね。使っちゃうか。ヒット来い。ただ、これで敵のユニークゲージ削れるのも強いっすよね。あ、帰ってくるか。ちょ、待って、これさ、バタチャン出してるせいでさ、必殺なしね。あぶね。止めてくる。剣術っすね。さあ、一旦変身して、気絶ワンチャンで被せしたいよ、ここ。集中。腹パンか。タックル。もう一回即行こう。さすがにか。まあまあまあ、これで相手に完全なる即圧のイメージを与えとく。これが大事なんよ。勝ったてか！待って。悟空のさ、悟空の、あれ見よう。体力見よう。全然見てなかったわ。いいよ。ちょ、待って。これあれだわ。ヒットくるわ。なんで、ここ出しといて、510万やばすぎはい、復活ミガンっての攻撃なんぞ、全く痛くねえよ、マジで。硬すぎる。これはね、もうね、使わしちゃおう。耐久あるうちに、しっかりと、究極圧打ってもらって、これにビビる必要なくしとこう。オッケーオッケー。耐久力あるから、ならではの動きができてますね。はい。いいよ。かぶしたい。腹パン好きだな。止めてくれる。黄色怖いんであんま攻めたくはない。待って、ごめん！めっちゃ弱い動きしてた。いや、これどうしよっかな。めっちゃ攻めにくいんだよね。はい。オッケー、かぶして、気絶！無理か。ちょ待って。怖いな。うわぁ、なんだその打撃は。やばい、ヒットくる。よし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 。危ねえ。まあ、ヒット来てても耐えてた説あるけどね。全然。ほいほい。これ記憶現象なんで攻めまーす。止めて。ガンガンいっていいな、ここ。ガンチ安定っすね。え？それはさ、落ちるんじゃね？待ってるかな？待ってないと思うんだけど。いけ。オッケー！クソ強えぞ、これ耐久力あるけど、しっかりとヒット落とせる！クソ活躍だ！即行きます。オッケー耐久済みなんだね。やっちゃうよ、そりゃもう。やっちゃえ、日産。さあ、特殊。じゃあね、メインで特殊引っ張ってきて、はい、耐久付与させて、殴っていくと。あ、待って、外れてるわ。ごめん、ちょ、ブーストの仕方ミスってたわ。もうこれガンウチしよっかな。ガンウチ。あ、ひかひか、ちょっと2連回しすぎだな。ごめん。てかなんか、アーツの繋ぎ方ミスったし、普通に。ショック。はい、出して。いいよめちゃくちゃ硬いよ、これ
有利つけてますね。はい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 、ポン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 出しまくって、待て、ちょ待って、見せて見せて見せて、あぶね、こいつ踏ん張り貫通あるわ、メインで。ちょ今日ガバいな、あんま寝てないんでね。やってこい、さすがにか、アラーパン、うん、ラックルいって、うわー、なんだその打撃は。もう早くライジング打ってほしいんだけど早くライジング打って、オッケーオッケーオッケー、これライジングだろ、よしよしよし、バタちゃん捨てましょう。ラッキー、いやもうこれもらっていい、ちょっとごめんやけど、ちょごめんやけど、もらっていい、相手クソゴリゴリガチパ使ってるから。オッケー、ごめんね、マジで。ちょ、こいつの良さ見せたいんよ。こいつの良さ見せつつ、しっかり勝ちたいんよ。バンバン打って。ごめんね、マジで。耐久量してるんで、ここ予約で。落とせますね。OK。37。ヨダメ判定どうかな、微妙、正直言って。髪見て圧を。うわぁ。腹パン圧いって、ガンガンいきます、ガンガン。30。苦手みたいでしょ、怖いことするね。いや、言っていいな。いや、場に使ってます。いや、噛み合うか。くぅ。出して。いや、でも勝ってると思うけどね。さすがに耐久済みといえど、大丈夫だと信じたい。じゃ、いて、いて、いて。じゃ、これ、よだめ的にね、受けるわ。もうしゃない。これ、もらいましょう、必殺まで。いや、勝っててくれ、頼む。なんか嫌な予感するけど、勝っててくれ。ラックル行きまくって。打とう。ちょ、負けてるんだけど、マジかよ。いや、体力済みの弱いとこだね。ありがとうございました。来てくれましたね。うわー、なんかすげー突のビーストなんだけど。めっちゃ怖いわ。よろしくお願いします。どんなパーティーで来る？はい、ドン。おー、なんか、程よいで。何これ、特殊アーツ増やした E 神論とゴジータ4パーティーね。面白いね。あ、すげえ好きだわ、こういうの。はい。僕はね、初手シャロットブルーでやっていこうかなと思います。E 神論が確か範囲特殊だから、それに気をつけてね、立ち回っていこうかなと思います。で、1戦目ね、試合採用してるかわからないんだけど、HP やばいっす。見ていきましょう。はい、とりあえずシャロットね。シャロットもすげえ絶対浴びかかってる。OK、カーブして、気絶 !30%! やねえか。腹パン圧いって、あ、でも範囲特殊あるわ。ごめん、ちょ、ごめん、ごめん、ごめん。もう、範囲特殊ケアするって言ったじゃん。何忘れてるよ、お兄ちゃん。髪手圧いこう。オッケー。エロいだろ。さあ、そして、特化無効ついてます。強えぞ。いいよ、いいよ。まあ、とりあえず、ドロソクダウン。あれ？ドロソクダウンついてないか。あれ？ゴジータ4つくんじゃなかったっけ？まあ、いいでしょ。あ、あれか。特化が反応してないからか。反応して、速攻か？はい。おぉ、おぉ、即行こう。オッケーオッケー。めちゃくちゃいい展開できてますね。で、50も待ってないはずなんで、太陽拳ぶち込んで、はい。いいね。で、よいしょ、必殺行くと。ドン。いや、気絶がね、完全無効なんですよね、50。だからそこがちょっとむずいかな。ナイキャン振っていく。勝ってくるか、うまいな。ちょ、硬すぎ、相手も。50硬すぎて。うい。あらぱ、うん。タックル行こっか。オッケー。めっちゃ必殺入るぞ。ドリャー！お、強い、バダちゃん！腹パン入れまくろう。腹パンアプローチしまくって。バダちゃん強くね？いや、これタックルも反応できないんすよね、あんま。神地射撃。うまい！うまいね。相手にとって不足なしっすね。くっそ、速か。もう、むずいって、相手のさ、あれ反応したらそうなるしさ。大剣振ろう。うまい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 、ちょ、楽しくなってきた、楽しくなってきた、俺のやりたかったこと全部できる、突っ込むよ、おお、ごめんごめんごめん、こっち変えて、まあ、今ね、急いでと、ちょ、待って、ビビってメイン切っちゃった、何してんだマジで、ビビってメイン切っちゃった、かぶしていく落ちろ、はい、落ちないよ、マジ、いや、絶対バレた。ちょ、ごめん、もうなんか変なとこでメイン切ったんだけど、ほんとに。そのままいって。いや、これ安定だろ、必殺で。避けさせてライジングでいいっすね。オッケー。完璧だ。いや、待って、読まれたんだけど、やば。これ勝てるか？
4時か。まあ、しゃあないっすね。おーおーおおお、待って、それやばいんだけど、でも、普通に。そっこい。いや、さすがに1000か。メイン残ってんのかいってか。いや、それまずいな。打撃はね、ちょっときついね。ただ、耐久力では絶対負けないんで。でもね、よだめ判定やばいんよね、これ。数的より取ってないと、よだめ判定えぐいんで。マジそれが、どうしよっかなって感じ。ってくるか。跳ねてるこれ。2連時とも行こう。オッケー、よし、こういうことだよ。弱い。火力がマジで出ない。ただ、ドロ速2段階アップっすね。ちょ、変なとこでメイン切ったんがマジでやばい。64ぐらいで引いた。64、うん。で、ここで特殊も落ちますやん。いやー、シャウトの特殊強いんだよね。ちょ、気力がさっきからないわ。止めて。うっちょ、ここ速射入る。おー、遅い回避それしてんの、怖いね。怖いね。何それ、僕知らん。ちょ、タックル打ってた僕。待って待って待って、それ、何これ。なんで交代禁止ついてんの、待ってねえぞ。ロゲ。変えて。シャウトの回復力すごいな。ちょ、もう、泥試合やってるて、これ。めっちゃ泥試合やって。いやー、これいつに打ってもあんま旨味ないもんな。やばいな。速行こう。OK。速大好きマンになっておりますよ。落とさせて。ナイス。まあ、数的より取って、キャラチョメインでいいっすね。メイン切るか。メインじゃねえ。特殊切って、プルプルして。危ない！いやー、我慢してくんの。なんだそれは！くっそも。危ねえって、もうちょ全部外れてるよそれ。ちょ、お兄ちゃん持ちすぎ、何してんの、全部外れてるって。お兄ちゃん、ゆじやみ、いやー何それ、エロ、いや待って、抑えでよかった。もうほら、そうなるじゃん、もう絶対負けてるこれ、よだめ、もうマジで、ちょ、やめもう待ってくれよ普通に。おい、おい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 、ほらもうちょっと、準備運動にもなりません、俺の力のなさを。はい、ということでね、今回はこちらのバリカタのね、サイヤパーティー使ったんですけど、いや、ちょっときつかったね。僕には扱うの難しかったです。というのも、ヨダメージ判定でやっぱりね、すげえ振り取って、お互い貫突同士だとすげえ自利品になるんで、まあ、ダメージレースでね、どうしても負けてしまうっていうところできつかったですね。いや、2戦目に関してはマジで僕のプレイミスだな。ただやっぱね、この悟空、耐久持ったらすげえ硬いし、まあ、高突でも追ってて、トツマウント取れるっていう方はね、耐久盛りも結構熱いんじゃないかなと思いました。ちょっとね、火力に振るんだったら、多分こんな感じのね、全開アビリティとか、バタロットとか入れた方が強い気がするんで、ぜひとも皆さん試してみてください。それでは、お疲れ様でした。